まあ現実にはなったよね、幸か不幸か。でも虎の人形とかはないんだね。でも虎を描くのが好きだった。ラスト虎をもう買ってるんですけどね。もう描くどころの話じゃないですよ。ララの誕生日の探検に手の込んだ小さな地図を作った。これには何年も前にアメリアがモロッコで私に買ってくれた見えないインクを使ってみた。あの時私は悪質な露天商にイラついたものだが、彼女はいつものように明るい笑みを浮かべ、ためらうことなく支払いを済ませた。旅行者を狙った詐欺かと思っていたが、そうでもなかったようだ。だが非常に特殊な上質の楊貴紙が必要で、読むにはインクを乾かした後に熱を加える必要がある。この謎解きはララにとっていい勉強になるだろう。なんかあれだね、みかんの汁を使った炙り出しみたいな、そんな感じのインクがちゃんとあるのかな。もっと上質なインクみたいなのが。逆からか。私はずっとリチャードの風変わりな研究を我慢して生きていかなくてはと思っていた。なのに今回ばかりはこの発見に興奮を抑えきれない。こんな風に引き込まれるなんて思ってもみなかった。リチャードから総員を見つけたとの電報があった。場所を見つける鍵となったのが一緒に解読した巻物にあったシンボル。これが伝説の不死の薬につながると自分でも本当に信じているのだろうか。兄は調査を中止するよう圧力をかけてきたが、ひとまずは説得に成功しておとなしくなった。さあリチャードに会いに行こう。ララはまだ小さすぎる。あの子はウィンストンに任せる方がいいでしょう。帰ってきた時パパとママは今よりちょっとだけ有名人になっているかも。こう見るとママさんは、まあ、頭がいいっていうか、何、音楽。この音楽懐かしい。素敵。ちょっと、うわっ。まさかとは思ったんだけどね。レジナルド卿の兜が落ちちゃったみたい。あれ、ちゃんと戻さなかったっけ。大丈夫だ、兜がなくても生きてはいける。こういうところでサービスかけてくるか、いいですね。もちろんね、トゥームレイダー、キープレイの方は分かりますよね。 俺でさえ分かるくらいだからな。でも、トゥームいくつ？ 2 かな？怪しいな、これ怪しいですね。で、何の話をしていたっけ？あ、そう。アメリアさんは随分聡明なね、方っぽいんで、やっぱこのイカれた感じの性格は、このリチャード、ね、パパ譲りなのかな？行動力はね、どっちもあるみたいだけど。思い出した。おお。古代エジプトの各地区は独自のシンボルと数字を持っていたんだ。数字のヒエログリフよりこんなシンボルの方が好きだったの。金庫の暗証番号の手がかり。やばいか、これちょっと。カメラで撮っといた方がいいかな。このゲームね、あれがないんだよな。どこだ？ちょっと。届く？マイク大丈夫かな？よいしょ。一応撮っとくか。ああ、一応撮っとくか。よいしょ。新しくね、最近ちょっと、携帯を変えたので、非常にね、画質のいいものが撮れると、うわ、危ないね。嬉しいよね。というか、まあ、今まで使っていたものが、ね、オートフォーカスしなくなっちゃったんで。おお、おう。見せてごらん。この2つの話、原点は同じものだ。どこかでこれを見たな。パパ、多分これ、エジプトの地区についてのところ。どれ？ああ、そうだ、ララ。ほら、このページ、ラーの絵があるところ。驚いた。
ちゃんと見てるじゃないか。これは重要な発見かもしれん。パパのアシスタントになれそう？それ以上にもなれるよ、お前なら。思い出すわ。あの頃は楽しかった。最高の時間だった。共通の趣味、まあそう仕向けたっていうのもありそうだった。あれ、また読める？書庫でのお気に入りの一冊、ヒエログリフを写してばかりいたわ。隠されたものはないか、エジプト象形文字の本、かっこいいね。めっちゃかっこいいね。こういうの憧れちゃうな。中二感満載でさ。はしごは？あー、登れちゃう。登れるんだったらちょっと降りてもらって、もう少し探索を続けようか。ウィンストンのメモ、いつも彼が隠したお菓子を探して遊んだ。読めない。ラララ、なんとかコーナーネクスト、コーナーじゃないかなこれ、なんとかネクストトゥなんだこれ。あ、ウィンストンか。ウィンストンなのかな。ブレイクかな。俺読めねえんだこれ、筆記体がね全然読めなくって。ネクストじゃないのかな。もうちょっとズームしてほしいんですけどね。でもその台帳っていうものは実際今あったかな。まだ見つけてないかな。私はそういう家とたどり着いた。ロスの予想通り、ヒマラヤ山脈の奥深くに眠っていた。そして今こうして石の壁に囲まれながら、周囲の山々の純然たる美に圧倒されている。とにかく息を呑む美しさだ。そしてこの場所の持つ真実が、その宗教的威厳をさらに高めている。修道僧は彼らの流儀で私を迎え入れたが、私を待っていたかのようだった。いつか私のような者が答えを探しに訪れると知っていたのに違いない。そう、ここだ。儀式が行われたのは、その証拠がこれだ。床に刻まれた独特の文様と内室の壁にある美術品。彼らはエリクサーを作ったことがある。そしてまた作るだろう。私が彼らを説得できさえすれば。私は早速アメリアに知らせを送った。この発見に立ち会ってほしいから。うん、パパはエリクサーを探していた。それって不老不死の薬のこと？なんだかわかんないのに、エリクサーって普通に言うんじゃないよ。あれ、曲止まっちゃった。ループするわけではないのかな。ここも登れる。あ、ちょっとダンボール、くそ。もうララさんどうしたの。そんな こんなとこにね、丁寧にやらなくてもいいよ。蹴散らしてくれよ。ほら、その古い頭に暗証番号を叩き込め。ララの探検の宝物、アメリアが描いた私のお気に入りの絵、私たちの結婚記念日。これもなんか家具、手がかりを残した。探検の宝物って何だろう。アメリアが描いたお気に入りの絵、私のお気に入りの絵か。アメリアの絵と結婚記念日とあと何、ララの宝物。わかんのかなこんなの。これ多分自分の頭で考えないと。じゃあそれを探して金庫の暗証番号を見つけないと。残りの暗証番号の、手がかりを探せ。まだ何かある。どこ。ララさん、目で追ってくれ。俺の目では追えないとこにあると困るんだけど。もう一個上にあるのかな。上にあるといいな。さっき虎の絵を見てたけど、虎の絵と関係ないのか。ララさんはこの探検で何を見つけたのかな。あ、ララさん登って、そっち登れる。もしかしたら登れないか。あ、登れるな。じゃあ何かあるか。あれ、あ、なんかある。この写真、書庫で撮ったものね。誰だいこれ。1820年メインホール増築計画。うん、いや、うーんって言われてもな、俺も。なんかあった、さっき。サバイバルガイドかい。
あ、違うな。こっちから見れる系かな。あ、見れそうか。クロフト橋、クロフト橋、クロフト橋。何言っちゃってんの。こっちが手がかり。ほら、その古い頭に暗証番号を叩き。これしかないの。亀裂。あ、これはあれか。うんうんうん。探検のチーズ。これだね。と、あ、まだ見てないものがあるってことか。探せていないものがいくつかあるってことか。クロフト、あ、でも全部クロフト強じゃない。クロフト低だよね。まだいっぱいあるってことか。でも書庫とかちょっともう少し細かく分けてくれるとよかったな。全部クロフト邸に決まってるんだよな。クロフト邸しか動けないんだから。ラさん降りちゃっていいよ。あ、降りない。降りる。ありがとう。ぼちぼちね、ちょっと画面読みが。え、このオブジェクトってどのオブジェクト。これのこと、こっちのこと。明かりをつけるには何かが必要ね。なんかいろいろ要求してくるね。近くまで行かないとこれ曲流れないのかな。すごい反響してる。あ、これ何。あ、小さい頃この年代物から降りようとしてよく落ちたっけ。今でも時折肩に感覚がある気がする。たまたまだったよ。すごいね、はしごにレールがついてる。なかなかないぜ。初めて見たかもしれない。あー、で何、これをまたずらして、あー、やらせてくるね。あー、トゥームの音。あー、ジャンプした方がいいな、これ。死ぬかもしれないけど。どうもこのララさん、なんかね、訓練受けてないというか、ちょっとね、冒険しなくなるとね、すぐやわになっちゃう体なのかもしれない。すぐ体がなまっちゃう。さて、何か秘密を見つけられれば、ちょっとオブジェクトに、ね、体を擦り当てながら。これも開かないでしょ、多分。うん、白紙ね。鍵の絵がある以外は。これあれじゃないの、上質なインキで何か書いたんじゃないの。この地図思い出した。これがマスターキーへのヒントよ。でも見えない特別なインクで書いた記憶がある。でも火で炙れば読めるはず。で、そのためにライターが必要になってくるってわけか。あ、ここも開かない。うん、子供の頃にウィンストンのマスターキーを一つここに隠したはず。ここっていうのはこの中でいいのかな。この辺にあるってことじゃないよね。わかりました。でもね、今なんかすごい嫌な言い方したんだよね。マスターキーを一つここに隠したって、一個で全部開くとかじゃないのかな。もしそうだとすると非常にまずいことになるんだけど。ん？あ、それもマスターキーじゃないの？あ、それ開くんだ。パパのライターでも使ってるのは見たことない。ラッキーだぜ、こんな簡単に開くなんて。クロフト家の家紋とイニシャル BC、 祖父のものかしら。わからんな。これで、あ、使えるね。よかった、助かったよ、ララさん。ということは、うん、これで暖炉に火がつくはずよ。ララさん、なんでそんな汚れてんの。さっきあの地下道を通ったからかな。やってくれ。よかった、火がついて。これで地図が読めるはず。よし、やってくれ。地図が現れた。本棚近くのトランクの下に鍵を隠したみたいね。本棚近くのトランクの下？バツ印がその場所ってこと。1階だった今。ん？押せる。お、なんだこれ。
あ、いこ、ごめんごめん、よいしょ。マスターキー、これで西棟に入れるわ。やったぜ。え、これでもうどこでもマスターキー。よし、屋敷のほとんどの部屋がこれで開くはず、うん、あの閉ざされた西棟も。やったぜ。2パートぐらいでなんとかなるかな。今45分なんだけど、ちょっと残念ながらダッシュはできない。あ、ジャンプの方がわかんねえかな。お、やったぜ。何でもかんでも開けちまうぜ。誕生日の宝探しで見つけたファラオの王冠、あれは何歳の時だっけ。6歳8歳。うん、このヒエログリフ数字と対応してるはずだけど、どの数字かな。あ、やっぱりカメラで撮っといてよかったぜ。ちょっと待ってね。ねこれはどれ、鳥が2つ並んでるやつか。早速ないんだけど。ちょっと、あ、あったあったあった、5だ。ララの宝物は5。 OK。 あとはアメリアの絵と、パパの手がかりにはママの絵と2人の記念日のことが書いてある。西棟に行けば何か見つかるかしら。ちなみにそのあれよ、あ、こっちか。暗証番号はさ、もちろん4桁なんだよね。暗証番号の手がかりを見つけるには屋敷中を探さないと。ああ、なるほど。試すようなことはあ、しないね。暗証番号の手がかりを見つけるには屋敷中を探さないと。屋敷中ちゃんと探してやってこないと、ね、アトリエと出身室で残りの暗証番号と関するレリックを探せ。でもこっちまだ行ってない場所あったよね。だからそこもね、やらないと。おお、 またぶっかちった。まあいっかね。こことか開けないとまずいんじゃないの。ここどこだ。それとも話に従った方が良かったかな。ララお嬢様、夕食が予定通りとはいかなかったため、誠に勝手ながらトレイに用意いたしました。お食事のほか少しですが菓子も添えてございます。今夜は特別にこうする方が良いと思ったものですから。ご迷惑とは思いましたが、ご夕食の途中での突然ご退席なさったのを心配いたしまして、お気を鎮めるものを差し上げたく思いました。私はずっとお父上を見てまいりました。時に怖く感じるほどの激しい感情をお持ちです。ですがあなたの中にも同じものを感じます。あなたが思う以上にあなたはお父上に似ておいでです。信じてください。お父上はあなたを愛しています。研究よりも埋蔵品よりも、そして世界中の何よりも。時期に嵐は去り、明日にはまた美しい青空が広がるでしょう。お食事が終わったらトレイを外に出しておいてください。お大事に、ウィンストン。なるほどね。ララさんの性格はパパ譲りってことか。ここも開く？ああ、もうどこも開いちゃうな。ここがなんだろう、アトリエなのか出身室なのか。この人に関しては何も言わないか。ああ、ここに戻ってきちゃったか。俺はじゃあどっから入ってきたんだ。ちょっと わけが分からなくなってきたな。ここも開く？いいや、開けられるところはどんどん開けちまおう。で、ここは、あ、ここはここか。どんどん開けちまうか、開けられるところ。ちなみに外にも出られるのかな。あ、外には出るつもりはないで、失礼しました、猛省しました。じゃどんどん西側も行っちまおうぜ。
うわ、それ以上のひどさ、ひどいにも程があるだろう。ここからまた何か探していかないとまずいってことか。すごいな。辺りも暗いし。ラーラ、気を確かに。まさか幻じゃないわよね。何を言っているんだい。ご主人様、会議での発表が好評だったことを願いながら一度ご帰宅を心待ちにしています。今までの書状からご想像がつくでしょうが、この家の小さな天使の件でお知らせがございます。ララ様は学校で他の女子生徒の物笑いの種になっているご様子。私が調べたところ、お嬢様がかなりの男勝りだとからかう女子がいるようです。追い込まれた時のララ様がどうするかはご存知の通りです。ともあれ、相手は二度とちょっかいは出さぬでしょう。ですが、お嬢様は言われたことを気にしています。近頃のララ様は母親を恋しがっています。そしてなぜ自分が他の女の子と違うのかと悩んでいます。父親しかいない環境で育ったのですから、女の子と仲良くできないのは無理もありません。ご主人様の新しいご友人、確かアナというお名前でしたか。その方なら良い影響をもたらしてくれるかもしれません。お屋敷に呼び、ララ様に会わせてはいかがでしょう。そのタイミングはお任せいたします。どうぞ気をつけてお戻りください。警具ウィンストン。ウィンストンだけが優しいな。なんだかんだね、ララさんもね、パパも、ね、ママのアトリエ、ママが亡くなってすぐにパパが閉鎖してしまった。もう何年も、ママが最後にいた時のママ、ね、愛しているとは言ったって研究大好きなんでしょ。どうしてもね、そっち行っちゃうよね、多分。リチャードのため、そして二人の愛のため、私は家族の批判に立ち向かった。でもクロフト邸での生活が始まると疑問が湧いてきた。こんな洞窟みたいな広間や長すぎる通路ばかりの家でどうすれば愛が生まれるの。私の選択は大きな間違いだったの。間違うことがこんなに楽しいなんて初めてだった。リチャードは私を屋敷にゲームを使って迎えてくれた。最初のヒントは5つの言語から抜き出した単語で次の行き先を示していた。次のヒントは台所に置かれた紙で、ろうそくで温めるとレモン汁で書かれたメッセージが浮かび上がった。そうやって一つずつ彼の出した謎を解き、進んだ先には芝生に広がる白い布、そこにはピクニックの用意がしてあった。一緒に笑って食事して、そのうち私の疑問は朝もやと一緒に消えてしまった。愛があれば大丈夫、これからも。あれだな、ママさんも結構ちょっと言っちゃってる性格ですね。そうそう、その調子。ほら見てて、こうよ、ね、すごいわ、ララ、いい子ね。もしママが生きていたら私の人生どんなだったかな。大して変わらなかったと思うよ。もう実際だってもうロスにはあね、あってる、まあ、いつの段階でロスにあったかわかんないけど、もう拳銃の撃ち方も教えてくれたし、結構その幼少のこの世界でも幼少のララさんはかなりねやっちゃってる感じだったから。これは全然記憶にないわ。この時のことを思い出せたらいいのに、ママは死ぬのが早すぎた。ちょっと俺が知ってるララさんじゃなくて、あのアメリアさんとは違いますね。剣ぶっこ抜いたアメリアさんはあのなんかスーツ着てね、きちんと清掃だったからね。これはなんだい、なんの絵だ。山と建物にしちゃなんか変わった形してるな。バベル感があって非常に好印象だ。ママと赤ちゃんの頃の私、これ初めて見た。こんな小さかったなんて信じられない。すごいね、実写みたいなリアルさですね。容姿はでもやっぱママさんに似てる感じがするよね。ママの絵、どっちがパパのお気に入り。どっ
ちにしたってさ、数字なんて書いてありますか。おい、ちょっと裏見ろ、裏見るとか、そのなんか剥がすとか、うっそ。何にもないんだけど。話からすると面白くもなんともない風景画ばっかり書いてたなーなんて言ってたから、面白くもなんともある風景画じゃない方、どっちもこれが仮に風景画だとしたら、それは風景画じゃねえよな。かなり印象派だよな。こっちなのかな。でもこっちだとしても何か数字にね、つながる情報がないぜ。私が描いた残りの絵を回収するため昼過ぎに実家に帰った。家にいたアトラスは不機嫌で、リチャードのことを毒気たっぷりにひどく言うので、もう笑うしかなかった。こんな冷酷な兄が私の幸せを語るのを以前はおとなしく聞いていたのだと思うとね、反論したら火に油を注いだだけだった。だからそのまま父の書斎に放置して勝手にブツブツ言わせておいた。帰り道にウィンストンが道を走らせる中、私は自分の作品を眺めていた。その中にはリチャードのお気に入りの赤いブロックを描いた抽象画があった。彼にあげようと思うと笑みが浮かんだ。そして私の家に帰ってきた。はい、ハズレでしたね。赤いブロック、パパのお気に入りの絵。多分この絵の中に暗証番号の手がかりがあるんじゃないかな。あるとは思えないんですけど、赤いブロックが4つあるから4かな。そんなんでいいの。もうちょっと一応書いておくか。赤いブロックは一応4つあるから4かなっていう感じで、さすがにちょっと短絡的すぎるか。もう少し情報を集めてみよう。他に何かあるかな。んー、でも特に何にも他にはないか。ああ、ピアノの上にも乗れる。さすがララさん。おてんばですね。ああ、でも他にはもう何もないか。じゃあ、呼んでいいのかな。他になんか探せるもの、落ちてるものも特に何にもない。あ、はしごだ。ねえ、ララさんも小さい頃はクラシックララさんと同じ感じだったよね。やることが。今晩ララが生まれた。すんなりとはいかなかったけど、終わりよければすべてよし。元気で可愛い赤ん坊よ。リチャードは先ほど出て行ったけど、あんな幸せそうな様子は初めて。今夜はお気に入りのウイスキーでお祝いしてるでしょうね。あたりはすっかり静かになった。この腕で眠る新しい命の寝息が聞こえるばかり。ララ、ララクロフト、私のマナ娘。この感情を言葉にするのは難しい。私たちの間にはつながりがある。こんなの初めてよ。とても強く純粋な愛、いつかあなたにも感じられるはず。あなたがどこに行こうとも、どこで生きることを選ぼうとも、このつながりは消えないから。生い立ちはね、どんどん、あ、まだあるか。あ、マスターキーか。明かされてはいますが。ママのロンドンでの展示会用のものね。今ならどんなことをしてでも見に行くのに。ん？今何でもするって言ってるのかな。へえ、アメリア・クロフト、ニューヨークで展覧会の予定だって。これどうなったんだろう。絵はね、そこにあるから、時期が来れば、まあ、成功を収めてんのかな。ちょっと俺にはこういうのはよくわからないですけどね。もっとはっきり何書いたかわかるようなやつじゃないとね。よかった、ママの作品がまだたくさん残っていて。ねえ、なんだったら落ち着いた方に、ね、出していけば。ああ、でもあんなひどい状態のものじゃちょっともうダメかな。修復とかすればもう少し価値あるものになってくれるのかな。まあ、価値があってもなくても
まあ、ララさんがね、あだ新たなクロフト邸で飾ればいいものかもしれないし。で、ここが主寝室か。結局暗証番号は4でよかったのかな。この旅で私の気持ちが決まったのかもしれない。リチャードの本質を見ることができた。最高の彼も、最悪の彼も、そして彼の情熱が持つ純粋さも混沌さも体験した。そして思ったの、その情熱を私の人生に欲しい。これからずっと。だから決めた。リチャードは4日後の私の誕生日まで待ちたかったみたいだけど、そんなの嫌だった。一度決めたならすぐに行動に移したいの。だからルクソールで手頃なチャペルを見つけて、ロスや皆に囲まれる中、この素晴らしい地に沈む太陽の下で式を挙げた。母は永遠に私を許さない。アトラスの怒りも永遠に消えない。だけどもう気にしない。もうデモーネの名に縛られない。自分の好きな道を自由に追い求め、私に勇気とやりがいをくれる人たちと一緒に生きていこう。この先どんな未来が待つにせよ、楽しみで仕方ない。明日、リチャードと一緒にクロフト夫妻としてロンドンへ帰宅する。これから二人の道を一緒に作ろう。良くも悪くも、もう二人の性格の強いところをきちんと受け継いだ感じだね、ララさんは。まあ、苦労してる苦労してるよな、これも。ん？あ、指輪か。ママの結婚指輪どうなったのかずっと気になってた。すごいよこれ、ダイヤです。ダイヤかな、ダイヤだと思うんだけど、ダイヤかな。文字は読めない。かすれちゃってるね。でもこういうのって多分ブランドの名前というよりは名前ね、そのまあアメリアとかリチャードとかそういうものの2人の名前とかを掘ってもらったりするんじゃないのかな。一旦ちょっと動画区切ってもう一回撮り直す形にします。